はい、製品版のコールオブデューティーモダンウォーフェアがね、すでに発売されたんで買ってきました。プレス4版です。で早速プレイしていくね。わ、ランク1に戻ってるよ。プレステ4版なんか変わったのかな。ベータ版から変わった点がちょっといまいちわからないんだけど、ヒルストリーク4、パーソナルレーダーし、シールドとクラスターストライクもなんか巡航ミサイルだったよね、5キルの時のデフォルトが。あー、なるほどね。フィールドアップグレード、お、リーコンドローンがいきなり使える。で、ストアは現在利用できませんと。まあちょっとクイックプレイやっていきましょう。で、まだね、ランク1でロードアウトとかもね使えないんで、まあ、何使おうかな。最初何やんだっけ、 M4 使えんだっけな。お、何このマップ、作戦ピカディリーチームデスマッチ、ベータにはないマップですね。アサルト、あー、ゴーストでいいか。フルオートの銃の方がね使いやすいんで。確かあの FR なんちゃらって3点バストだった気がするんだよね。さあ、よくわからんマップで、あ、結構いい感じのマップですね。円形かな、この感じは。円形マップか、縦長か。さあ、味方が右から行ったんで、ちょっと距離を空いて、おっと、右にいるね。さあ、車線を通さないように、壁を背にして安全策を取っていく。これ裏取れるね、裏取れるんで裏から進んでいって、いた。さあ、1人やって、もう1人が中に入っていったのが見えた。な、音、めっちゃ音聞こえる。後ろ。はい。シールドか。なんだ、シールドとか使えんの、今回。ベータにはシールドなかったな。はい、ちょっと待ってよ。パーソナルレーダー使って、赤点。そこだ。はい、頭抜いていく。奥。ちょっと待って。あ、25発か。30発の手で撃ってた。うい。クラスターストライク使えるけど、どうしようかな。音。正面から音。真ん中に一人二人いるか？ん？バスの隙間。バスの隙間、いやらしいね。敵がいる。あ、こう右から行くか。あ、マップが全然わかんないな。こっちから行けばいいの？位置的にはこう正面で、右もちょっといそうだけど、ちょっと正面の2階、クラスター設置しといて。あ、いたね。奥いるね。いますね。いた。味方が見てくれてるから、ちょっと一旦放置して。あ、死んでる。ちょっと一回降りるか。下降りで。なんだこれ。地下鉄か。さあ、地下鉄降りて。あ、いた。ちょっと待って、後ろ。こいつのケツを撃って、あ、奥にもいるね。奥にもいるんだよ、ケツ。まあ、ケツを撃つだけのゲームになっている。さあ、さっき俺が撃たれた隙間から顔出してるわ。敵がいないんで。後ろ、めっちゃ赤点、3つ。ヘリも飛んでるでしょ。パーソナルレーダー、いた。おぉ、ちょっと。シールド持ちいるよ。あー、なるほどね。このマップは、真ん中あんま行っちゃいけないね。端。なんか円形になってるんで、壁を背にして、まあ車線通さないように、なんだろうね、周りをぐるぐる回りながら戦っていくゲームって感じかな。こんな感じで。なるべく壁を背にして進めていく。ここか、ここいそうだな。で、真ん中多分いるんだよね、この感じ。ただ危険なんであまり行きたくない。いた！うわ、ちょっと待って。ちょっと待って、縦じゃんあれ。さて、キッズ、どうしたらいいの？グレ投げないとダメかな。縦持ち、近接攻撃で倒せばいいのかな。なんか、あれだね。縦って、もうカウンタースパイ、なんか出てきた。ドローンってあんな簡単に倒せんの？上！よーし。あ、いいね。有利ポジで、ここであれだね。マウントして、ヘッドショットしていく。今回ね、これが強いんだよね。もう反動がなくなるんで、もうガンガンヘッドショット出し放題だし。
あー、奥に当たっているんで、このまま回帰でいいか。味方がやってくれた。うん、ここあまり車線通らないんで結構強いね。上味方が見てくれてるんで、うい、すげえこれ、この行動強すぎる。さあ、リロード挟んで、赤点が見えないな。ちょっと誰かレーダー使ってほしいけど。あ、いるね、奥いる奥いる奥いる。おお、負けた。マジか、頭抜かれてるし。半分 C です。75点か。さあ、真ん中突っ切ってく。あーっと、いや、左と右いるな、両方いるな。いや、左もいるけど、ちょっとまず右をクリア。あ、いた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 、めっちゃ出てきた、めっちゃ出てきたよ。あれでヘッドショット。おお、お尻打って。いや、きついな。リスどうなってんの、敵リス変わった。味方めっちゃごっちゃごっちゃしてる。右しかいないね。全部右グレーなんで。さあ、クリアリングして、詰めていく。ここどうだ、この奥。奥いない、奥いないか。いた、だな。当たる、当たんない。あー、味方ナイス。結構散らばってるね。どこにいるかわかんないぞ。こういう時はやっぱり端っこですね。端っこで攻めていく。いた、一人やって。おーっと、そこ、あ、ちょっと聞こえなかったな。いいんじゃないですか、なかなかこの戦法で。おお、シールド待ち。ちょっと リスポーンの仕方がえぐいな。復活したら敵のお尻見えるっていう感じなんだけど。あ、いた。あー、ここだね。ここ熱いね、この場所。よし、出てくるでしょ、やってく。で、あ、なんか細いところいるよね。あれシールドだよね。おお、シールドめっちゃいる。お、なんか倒したし。今なんで倒したんだ。いる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 。奥めっちゃ赤いでしょ。あー、どうしよう。あ、いた、シールド待ち、ぶん殴れ。あー、しくったか。縦で殴られて死ぬことってあんのか、人って。よし、まあ、壁に沿って歩いていきます。奥、あー、奥、この奥と左が怪しい。あれ、味方の位置的にはないか。リス変わってるかな、左かな。バスの奥が怪しいと思うなら、そんなことない。うわ、めっちゃ燃えてる。やっぱこの奥か。いるいる、奥いる。はい、一人やって、頭抜いていく。この奥いるでしょ？もう一人、ヘッドショット。さあ、この噴水、あ、この噴水意外といいね。いた。うわー、一発当てたぐらいかな。この噴水いいんじゃない？まあ、だいぶ車線通るから危ないっちゃ危ないけど。あと目の前、いるな、ここ、出たとこ。さあ、左向いて、危険だぞ。ここ超危険だぞ。レンジャーゾーンに足を突っ込んでいく。で、奥のドクロマークがな、いた！ですよね。ヘッドショットして。まあ、頭ね、打てば打ち負けないんで、ヘッドショットラインに合わせて、エイムしていく。奥にね、奥と右！え、これは無理だ。きついっす。72-46、これはもう勝てる。さあ、あと一人。一人、キルしたいね。適当にグレー当たんねえかな。やばい、終わる終わる。まあ、このなんか初期サブマシンがもう結構使いやすいな。フルオートの銃としては。あ、左絶対いるでしょ。はい、一人二人やってくる。はい、勝利。75-52。まあまあ、まあまあいい勝負。いやー、いいね。コールオブデューティーだね、これこそ。まあ、結構やっぱ街強いっていうのは変わんないけど。先に狙った方が勝ちみたいなね。いや、これやっぱエイム、いかに先にエイムしておくかだな。なんか待ちすぎててもね、ちょっとつまんないんで。
まあ、結構動き回ってね、動き回った上で予測で先にエイムしておいて、で逆できたら勝つみたいなね、打ち勝つみたいな、そんな感じで今はプレイしていくかな。まあ、よろしくお願いします。ということでね、今日はこの辺で以上になります。また次の動画でお会いしましょう。